STS-105 は、スペースシャトルディスカバリーによる国際宇宙ステーションへの飛行である。2001年8月10日に、フロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられた。2003年2月にコロンビア号空中分解事故が起こったため、ディスカバリーのこの次の飛行は2005年7月の STS-114 となった。この期間に行われた改修で、ディスカバリーのフライトデッキは、 アトランティスのようなグラスコックピットとなった。括弧内の数字は今回を含めたフライト経験数。STS-105 の主目的は ISS の乗組員の交代とイタリアの建造した多目的補給モジュールの二度目の飛行による物資の補給だった。また二度の宇宙遊泳が行われ、科学実験が行われた。レオナルドは ISS に泊まり、追加の実験場所となった。 長さ6.4メートル、幅4.6メートル、重さ4082キログラムであり、ラファエロという名前の同型のモジュールは、STS-100 と STS-108 の2度、用いられた。レオナルドには6つの補給貯蔵ラック、4つの補給貯蔵プラットフォーム、デスティニーに置かれる、予定の2つの新しい化学装置ラックが積み込まれた。エクスプレスは、エクスポディット、 The Processing of Experiments to the Space ステーションの略であり、これによって今後の新たな科学実験が可能となる。エクスプレスラック4は 533kg、エクスプレスラック5は 554kg であり、空の状態のエクスプレスラックは 356kg である。エクスプレスラック1と 2A は2001年4月に、ST、s t s 1 0 6A で、 ラファエロにより運ばれた。エクスプレスラック3は2002年の STS-111 で運ばれた。補給貯蔵ラックと補給貯蔵プラットフォームはカーゴトランスファーバックスに入れて運ばれた。6つの補給貯蔵ラックには約1 4 5 1ラムの荷物が入れられ、4つの補給貯蔵プラットフォームには約5 4 4ラムの荷物が積まれた。 レオナルドに乗せられたカーゴ、ラック、プラットフォームの合計の重量は4 9 9 0ラムを超えた。カーゴの合計の重量は約3 0 7 3ラムであった。他に積まれたペイロードは材料曝露実験装置である。このプロジェクトはアメリカ航空宇宙局とラングレー研究所が共同で運用するもので、その目的は 将来の宇宙船の開発のために、低コストで時間がかからず簡便な宇宙での曝露、実験法を確立することである。ジョンソン宇宙センター、マーシャル宇宙飛行センター、グレン研究所、空軍研究所の材料学研究室、ボーイング社のファントムワークスもこのプロジェクトに参画、している。材料曝露実験装置は、初めて ISS の外壁に取り付けられた。 実験装置で、1999年のシャトルミール計画の実施時に、ミールでの長期滞在用に開発され、STS-76 で運ばれた4つのパッシブエクスペリメントコンテナーズの中で行われる。前回は、STS-76 でミールに運ばれ、18ヶ月間宇宙空間に暴露した、後、STS-86 で回収された。 パッシブエクスペリメントコンテナーズは、スーツケースのような外見で、スペースシャトルから宇宙基地に試験体を運ぶために用いられる。宇宙基地について開けられると、その後は宇宙空間に暴露するためのラックとして用いられる。またその他のペイロードとしては、ゴダード宇宙飛行センターのワロップス飛行施設で行われるシャトルスモールペイロードプロジェクトの一部である。 ヒッチハイカーペイロードシンプリサット、ザセルグロースインマイケロオグラビティがスキャニスタ、マイケロオグラビティスモールデリング、コンバスチョンエクスペリメント、ヒッチハイカーエクスペリメントアドバンシング、テクノロジースペースエクスペリメントモジュールマイナス10、ペイロード等の機器がある。NASA の有人飛行では、ジェミニ計画以来、乗組員は、宇宙での1日の始まりに、特別な音楽を流すことになっている。 それぞれの音楽は家族等により特別に選ばれたもので、乗組員各自にとって特別な意味を持つか日常の業務に適したものである。ありがとうございます。